ブルックリンなんですけど、マンハッタンの方の地下鉄が本当に暑いぐらいで脱いだんですよ、ライトバッグ。そしたらブルックリンに着いたら寒い。不思議だね、この寒暖差。まあニューヨークの地下鉄がね、マンハッタンの地下鉄が暑いっていうのもあるんですけどね、もうね、ミッドタウンと違って、マンハッタンと違った雰囲気がありまして、ユダヤ人の人がすごい多い地域になってます。ちょうど前歩いてみたユダヤ人みたいですね。お土産が長いんですよ。長ければ長いほど賢いっていう。で飲ませらしいですね。ヒタルがありました。見えますか？あの奥のニューヨークの大きい看板ですね。ヒタルガの看板はあそこにあるんですけど、建物自体はもうちょっと大きくて、しかも左側にあるという、ね。あの建物自体は単に看板なんです。また違った雰囲気があっていいですよね。にしても黒人の人がかっこいい。本当に絵にしかならない。そしておまわりさんもかっこいい。でも寒い。本当に寒い。じゃあまあこれから店入るんでね、ひとまずこのまんまで行きたいと思いますけど、出て寒かったらね、またあれしようかなと思います。店によって、あと店員にもよりますね。あ、でも
店内に入りました、ちょうどレジが右奥にあります。その左側に人が立っておりますので、そこで人数と名前ですね言いましょう。大体の、待ち時間を教えてくれます。で、この昨日私一度行ったんですけども、日曜ということで予約した人しか入れないよっていう感じで、本当にこんなに態度が悪いかっていうぐらいの態度で、あ、無理無理無理みたいな感じで追い返されますんで覚えておいてください。平日のランチタイムちょっと外したぐらいが狙い目ですかね。私も20分から40分待ちだよって言われたんですけども、実際は5分ぐらいで呼ばれましたね。で、私おしぼりで手を拭いておりますけども、高級なレストランでも出てこないので持参をおすすめします。100均でも日本では買えますからね。で、メニューに移りますけども、一番有名なのはやはりこのステーキ423って書いてある T ボンステーキですね。こちらをぜひ食べてください。この画像に出てるやつですね。本当に初めて食べた時は本当にびっくりするぐらい美味しかったんでおすすめです。で、今回私はですね、このピータールーガーでしか食べないルーガーバーガーっていう、このお肉を使ったハンバーガーですね、これです。これを食べたくて今回行きました。どうですか？むちゃくちゃ美味しいです。いかがだったでしょうか？今回紹介させていただいたのはピータールーガーのステーキハウスですね。いろんなガイドブックがあると思うんですけども、どのガイドブックでも、ステーキのページを見るとですね、お店が1番か2番に出ていると思います。まあ、一番おすすめなメニューはですね、まあ画像で出した通りステーキ423という感じで、注文、していただく、T ボンステーキ、ポーターハウスと呼ばれている T ボンステーキですね、が一番のメニューではあります。で、私が、注文したルーガーバーガーというピータールーガーでオリジナルで作っているハンバーガー、こちらも有名です。まあそちらはまあ行かれる人数によってはこちらを頼んだりポーターハウス頼んだりっていう感じでいいと思います。まあ、このハンバーガーも本当に美味しいんでね、もし、余裕がある方は持ち帰りで頼んでみてはいかがでしょうか。で、支払いなんですけども、こちらのお店はクレジットカードは利用できません。現金のみです。まあデビットカードっていうアメリカ口座を持っていられる方は利用できるデビットカードというのもあるんですけども、基本的に旅行者の方は持ってないと思いますので、基本的には現金で、いくらかかるかというと、大体ですけどもステーキ42頼んで、まあ、150ドルぐらいはいくと思いますので、まあ、2、300ドルは手持ちで持っていかれることをお勧めします。まあ、人数によってもちろんお金は変わると思うんですけども、大体ですねそのぐらいは確実に持っていかれることをお勧めいたします。で、こちらのお店はですね本当に人気店でして、まあ、こちら映像を撮った日の前日を日曜日だったんですけども、こちら私日曜日っていうことを完全に忘れて伺ってしまって、土砂降りの中、お店に入ったんですけども、今日は予約した人しか通せませんということで完全な門前払いを受けましたので、土日にどうしても行きたいという方は、まあ、インターネットの予約をも取ってないので、このお店は電話っていう感じになりますので、英語に自信がある方はね、土日予約して行かれることをお勧めします。そうでない方は平日のランチタイム外した時間ですね、2時から3時4時とそのぐらいの時間帯に行かれることをお勧めします。まあ、私は毎回行っておりますけども、2時3時っていう時間帯で入れなかったってことは基本的にないので、まあその時間帯に行くことをお勧めします。まあちょっとこちらはブルックリンということで、場所はちょっとマンハッタンから2、30分ぐらいですかね、電車でかかる場所にはあるんですけども、せっかくニューヨークに行かれるんであればぜひ行ってみてほしいと思います。今回も
この動画をご視聴していただきありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。